ようこそ、霊夢の野草クッキングへ。イエーイ。というわけで、レバニラ炒めお待ち。うよー。というわけで、パクッチョ。というわけで、私たちは入院しているのさ。導入が無理やりすぎる。まさか、ニラに毒が入っているとは思わなかったわね。いや、ニラには毒はねえぞ。まさかこの私が、毒草を食べてしまうとはね。いや、さっきニラに毒はないって言ってんじゃん。いや、私たちが食べたのはニラじゃなくて、水仙よ。水仙って、その辺に生えているラッパみたいなお花？そう、せっかくだから水仙について解説するわよ。水仙は彼岸花か彼岸花属の球根植物で、原種は30種類ほどあるわ。その中で有名なのが、日本で多くが野生化している白い日本水仙とヨーロッパに多い黄色いラッパ水仙かな。最近ではこれらの水仙を交配されたものが生まれていて、冬真っ盛りに咲くものもあれば、チューリップの頃に咲く種類もあるわね。水仙の花は特徴的で、通常の花びらの他に中心の副花冠という部分を持っているわ。ちなみにこの部分はコロナ。病院でなんてこと言うんじゃい。というわけで、水仙の種類による副花冠の咲き方を見ていきましょう。まずはラッパ咲き、こちらは副花冠が長く伸びた種類で、正面から見ると、ただの水仙と変わりがないけれども、見る角度を変えると別の姿を見せてくれるわ。続いては八重咲き品種、遺伝子異常などで、副花冠が何重にも重なって咲く品種ね。これはもう水仙じゃなくて、白いバラだわ。そして、房咲き品種、日本水仙がこれに当たるわね。一本の茎から複数の花をつかせるわ。真冬の雪道に咲く日本水仙の群生は、まさに雪の絨毯ね。最後に紹介するのはバタフライ咲き、最近人気の品種で、副花冠が横に広がる姿は雪に舞う蝶のごとく。という感じで、水仙の品種をある程度紹介したので、水仙の歴史にも触れていきましょう。水仙は名前の響きや日本での定着から、アジア原産だと思われそうだけど、原産地は地中海沿岸のカナリー島らしいわ。古代エジプトの墓や古代ミノア文明のクノッソス宮殿に水仙が描かれた絵画が見つかっており、ギリシャ神話などにもたびたび登場しているわ。その後、ヨーロッパと中国の交易が活発になり、平安時代末期に水仙が日本にやってきたと考えられるわ。水仙という名前は中国での呼び方である水仙を音読みで呼んだものよ。そして、中国語の水仙の由来は中国の古典にある。仙人は、天にあるを天仙、地にあるを地仙、水にあるを水仙。と、水辺に住む仙人を例えたことから来ているわ。中国では仙人、ヨーロッパでも神話に出てくるから神聖化されているんやろな。ほう、察しがいいじゃない。水仙の学名はナルキッソス。ギリシャ神話の登場人物にもナルキッソスという名が残っているわ。ナルキッソスはギリシャ神話で最もイケメンな登場人物とも言われているわ。東は仙人、西はイケメン、どんだけ恵まれているんだ。そして、後世の人たちはナルキッソスをこう呼んだわ。ナルシストと。というわけで、彼の伝説を解説するわ。伝説って？ああ。彼はイケメンでモテモテだったけれど、性格がすごぶる悪かったわ。彼に恋した一人であるアメーニアスはナルキッソスに告白したけれど、ひどく拒まれたので、私の恨みを果たしてください。ナルキッソスを叶わぬ恋に陥らせ狂わせてほしい。と言って、彼はなんとナルキッソスの家の前で自殺をしてしまったわ。これがヤンデレってやつ。って彼？アメーニアスは男よ。やったぜ。アメーニアスを振ったのはナルキッソスがただのんけなだけだったのでは？その後、彼の呪いか今まで振った女性の呪いかはわからないけれど、ナルキッソスにも罰が振るわ。ある泉に水を飲もうとしたところ、泉の中に彼好みの美少年がいたわ。うわぁ。これってあれですね。たまげたなぁ。勝手にたまげてろ。あのナルキッソスが恋に落ちた泉の美少年は、なんと水面に映った彼自身だったのよ。アメーニアスや過去に振った女性たちが言ったように、決して成就することがない恋に落ちたナルキッソス。その後、恋の病で食事が喉を通らず衰弱死したとも、水面に映る自分にキスをしようとして泉に落ちて死んだらしい。そして、その泉のほとりには水仙が咲いていたとか。以上の伝説から、水仙の花言葉には自己愛、うぬぼれなどのありがたくない言葉を持っているわ。ただし、これは白い水仙の花言葉で、黄色い水仙には、私の元に帰ってほしい、もう一度愛してほしいなど、情熱的なもので、このことにもまつわる話があるわ。まさかこの伝説って？ああ、あって2回もやらせるな。ギリシャ神話でおなじみのゼウスには5兄弟がいるんだけど、兄のハデスと妹のデメテルがいたわ。
そして、ゼウスにはデメテルとの間にもうけたペルセポネという娘がいるの。さらっと言っているけど、兄弟で近親相関してんじゃねえか。ゼウスだからしゃあない。そして、ペルセポネの叔父にあたるハデスはペルセポネに一目惚れ。ペルセポネはハデスによって、冥界に連れ去られてしまったわ。おまわりさん、こいつです。ついでにゼウスも逮捕しとけ。その時に、現場に咲いていた白い水仙が黄色く染まったらしいわね。黄色い水仙の花言葉は愛する娘を失った母の叫びなのね。ただ、これらの伝説はナルキッソスの死やペルセポネの冥界行きのイメージから死の花という意味も伝わり、墓の周辺に植えられることが多かったの。そういえば、黄色ってあのユダの色だから、ヨーロッパでは嫌われてそうね。いいえ、多年草の水仙は、毎年イースターの頃に咲くことから復活の花と神聖視する人も多かったわ。例えば、イギリスのウェールズの国歌だったり、多くの詩人によって言及されていったわ。特に有名なのが、19世紀のイギリスの詩人ウィリアム・ワーズワースが残したオンダード・ロンリー・アズ・ア・クラウドよ。さすがに読んでいる時間はないので、詩文を載せておくわね。現代でも、阪神・淡路大震災の折に上皇后・美智子様が御所に咲く17輪の水仙の花を手向けられたわ。水仙の花束は永久加工にされ、神戸市の布引ハーブ園にて、献花された当時のまま展示されているの。また、世界各地の岩教会の多くがシンボルにしているのも水仙よ。なるほど、必ず癌から復活するという信念を持っているのね。それなら、入院している私たちもいつか復活するよね。いや、水仙は死の花ということも言ったじゃないか。現実では、復活どころか水仙によって死に追い込まれた者もたくさんいるわ。そもそも、私たちが入院しているのは水仙を食べてしまったじゃないか。展開が雑だったから忘れていたわ。日本には鳥かぶとや犬サフランなど、いろんな種類の毒草があるのだけれど、その中で水仙は、最も食べられることが多い有毒植物なのよ。国立医薬品食品衛生研究所安全情報部のパンフレットによると、平成22年から令和元年までに起きた食中毒事件は、水仙が最多だったわ。あれ？データを見るとジャガイモの方が多くない？ジャガイモの被害者数が多いのは調理実習による集団食中毒が多いからねー。事件数、つまり間違えてしまって食べた回数は水仙が圧倒的に多いのよ。実際にどれだけ見分けがつかないか理解してもらうために、簡単なチェックを用意したわ。見比べてもらうのは、片方はネギの葉っぱ、もう片方はニラの葉っぱよ。そして、絶対にあかん食材が水仙よ。もし、水仙を引き当ててしまったら？この世から消えてもらうわ。視聴者の皆さんもぜひ挑戦してみてね。え、これ本当水仙とニラとネギなの？実は全部ニラとかじゃないわよね。全部水仙にしてやろうか。はい、すみませんでした。でも、わかったわ。ニラはいいよ。まずは私に半殺しにされるネギの方を発表します。ネギ選んだだけで半殺しされるの？ネギは C です。まあ、これは大丈夫ね。それでは、ニラと水仙の発表と言いたいところですが、実際に霊夢が選んだ A を食べてもらうわ。え、なんで？もしかして、自信がないの？やってやろうじゃないか。パク。というわけで、ニラは B でした。実際に見てもらって、どれだけ見分けにくいかわかったかしら。というわけで症例をいくつか言うわね。家庭菜園で収穫して持ち込んだニラ括弧実は水仙の葉を職場に持ち込み、卵と炒めたものを振る舞ったところ8人が中毒に、兵庫県。直売所で購入したニラ括弧実は水仙を酢味噌和えにして食べた2人が食中毒、青森県。自宅付近で生えていたニラ括弧実は水仙を調理して食べた結果、嘔吐や下痢などの症状で救急搬送されたが、死亡、北海道。間違えて採取してしまったならまだしも、ニラと思って栽培や購入したなら防ぎようがないじゃん。水仙は全ての部分に毒があるけれども、特に球根部分が多いわ。葉っぱはニラと間違えることが多かったけれども、球根は玉ねぎと間違えられるみたいね。水仙が持つ毒には、ヒガンバナでおなじみのリコリン、ガランタミンやタゼチンなどのアルカロイド、シュウ酸カルシウムが含まれているわ。摂取してから30分くらいで、嘔吐などの症状を引き起こすわ。また、加熱しても毒は消えないし、調理中に刻んだ地に出る液体に触れて皮膚炎を起こすこともあるわ。幸い、水仙の毒は嘔吐の症状がきつすぎて、体内に浸透することは少ないけれど、子供はもちろん、ペットなどが食べるとかなり危険ね。水仙だけの群生ならある程度対策ができるんだけれど、野生のニラの群生に水仙がひっそりと混じっていることもある。ニラの中に混じっていたら、全部ニラだと思ってしまうんだが、どうやって見分ければいいんだ？
水仙は彼岸花か、ニラはユリ科なので、花で見分けるのが一番簡単ね。つぼみのニラならともかく、花が咲いてしまったら食べられないじゃない。そう言うと思ったから、別の方法も言うわ。まずは茎の断面を確認すること。水仙の茎はニラのものと比べて明らかに太いから、判断できると思うわ。でも、すごく大きいニラじゃ、大物じゃということもあり得るじゃないの？確かにそうなので、二つ目の判別法を使いましょう。それは葉の匂いを嗅ぐ方法よ。ニラや玉ねぎにはユーカリルという匂い成分があるわ。ニラを食べると口が臭くなるのはこいつが原因なのか。特に根元の方にユーカリルが多く含まれているので、その部分の葉っぱを揉めば、匂いを発生させるわ。一方で、水仙の葉を揉んでも、葉っぱの匂いくらいしかしないから、匂いで判別できるはずよ。ただし、水仙の樹液は皮膚を炎症させるから、揉むときは手袋をしましょう。簡単なのは掘ってしまって根っこを確認することよ。ニラの根っこは、ラッキョウのような小さい球根から地下茎で繋がっているように広がっているわ。一方で水仙の場合、まん丸な球根があるからわかりやすいと思うわね。仮に水仙を引っこ抜いても、保存してまた植えておけば復活するから安心よ。なるほど、これらの方法を使えば、自分では見分けられるかもしれないけれど、買ってきたニラが水仙なら防ぎようがないわよ。もし、水仙を食べてしまった時はどうすればいいんだ？答えろルドガー。水仙はニラのように独特な味ではないから、味が変だと思ったら、飲み込まずに吐き出すしかないわね。濃い味付けをしてしまった場合は、どうしようもないけれど。なので、ニラを食べて30分くらいで嘔吐が起こった場合、すぐに病院に行って、ニラのようなものを食べたことを伝えるべきね。どの毒草もそうだけれど、誤飲は防げなくても、正しい対処法を知っておけば、重症化することは少ないわ。というわけで、最後に水仙の育て方について解説していくわね。まあ、水仙は球根植物の中でかなり簡単な部類なんで、特別注意することはないわ。ただし、水仙という名前のくせに、粘土質の土が苦手なので、水はけの良い土地に植えるのがいいわよ。特に、梅雨の高温多湿の時期が腐りやすい時期なので、水はけの悪い土地だったら、一度掘り上げて休眠させた方がいいわね。もう一度植える時期は日本水仙の場合は10月くらい、それ以外は11月くらいに植えるとおすすめよ。逆に水仙の生育に適した土地だったら、他の球根植物と違って植えっぱなしでも大丈夫よ。ただし、球根の寿命が過ぎると徐々に花付きが悪くなってくるため、3年おきくらいに掘り返して分球して植えた方がいいかもね。ちなみに、日本水仙は3倍体のため、種ができないけれど、他の種類は種ができるので、花が終わったら花を摘み取って栄養を球根に送りましょう。彼岸花もそうなんだけど、日本の植物って種なしが多くないかい？だから、日本は少子化。おい、バカやめろ。ということで、本日の植物紹介はここまでね。まさか、語源がナルシストだったとはね。ところで、美しい私をそろそろ写してもいいんじゃないかい？仕方ないわね、戻してあげましょう。うつ主の絵じゃねえか。うつ主格付けチェック。というわけで、うつ主にもニラとネギと水仙を判別してもらうわ。おいおい、一年も植物のチャンネルを運営してるんだぞ。間違えるわけないじゃないですか。ニラは C です。ほげー。でも、絶対アカンの推薦は引かんかったで。それで、ネギを選んだ場合何ランクダウンするんですか？さっきの霊夢の会話を思い出しなさい。あ。半殺しよ。じゃあ。